ハイウェイちゃん TV レゴマーベルスーパーヒーローズ2実況、今回もチャレンジをやっていきたいと思います。ケイヨさらばをやっていきたいと思います。クロノポリス内に点在しているカーンの金の像を破壊していきます。それでは行きましょう。はい、ゴールドレゴを破壊することができるノバで行きたいと思います。行きます。まずですね、近場、レムリアで行きたいと思います。はい、宮殿ですね、宮殿に着きましたの前ですね、宮殿の前にあります。はい、ここですね。はい、オッケー。10分の1ですね。あれ、あれ、あ、出てきましたね。経由さればアーキンの肝臓をすべて破壊する10分の1ですね。次行きます。はい、次はですね、マンハッタンに行きたいと思います。マンハッタンアベンジャーズマンションですね。最高じゃない？夢よね。高速飛行しませんねなぜでしょう。はい、アベンジャーズマンションに着きました。カーンがどの、はい、ここですね、この噴水のとこですね。これから挙げる地名は、はい、OK。 が完了次第名前が変更とな。カーン、はい、オッケー。次行きます。はい、10分の2ですね。次はワカンダですね。ワカンダの一番高いビルですね、建物、ここですね。はい、オッケー。はい、オッケー、ここですね。はい、オッケー。次行きます。次は中世イングランドですね。中世イングランドの向かってですね、左側の塔ですね、のベラ、なんですか、バルコニーですかね、これなんて言うんでしょう、ここですね。はい、オッケー。次行きます。はい、次ヌエバヨークですね。ヌエバヨークはですね、若干分かりにくいところにあるんですね。高速飛行ができません。なぜでしょう本当にですね、この高速飛行できるときとできないときがあるんですよね。 なぜかちょっと分かんないんですけども、ここですね、ここの平べったいところ。オッケー。はい、行きます。次ですね、アスガルドに行きます。アスガルドのこの正面の塔ですね、この一番上ですね。なかなか位置を定めるのが難しいですよね。はい、オッケー。次ですね、はい、次ザンダーですね。ザンダー、いつもというか、なんかザンダーでこのビルがですね、よく活躍しますね。このロビーの中ですね。はい、オッケー。はい、オッケー。次ですね、次ハラに行きます。ハラ、海側のこのビルの1階になります。はい、オッケー。はい、ここですね。はい、オッケー。次ですね、ヒドラ帝国に行きます。なんか扱いにくいな、これこのキャラクター、なんか扱いにくいな。はい、マンハッタンのワルはありません。
今正面のビルですかね。はい、このビルですね、ここの長広いビルですね、ここのこっち側になりますね、この下になります、ここですね。はい、オッケー。次ですね、アティランですね。はい、次はですね、アティランになります。皆さんはですね、アティランは高速移動ポイントを使ってください。私の場合ですね、なんかアティランのですね、高速移動ポイントがないんですね。ですので、ちょっと飛んでいきます。高速移動ポイント付近にあるんですね。ですので、高速移動ポイントを使った方が分かりやすいと思います。はい、ここですね、高速移動ポイントになっていますので、こっちですね、この正面のこのビルですね、この上になります。どこに行こうかな。はい、 OK。 はい、グエンプールのバイクですね。はい、それでグエンプールのバイクを見ていきましょう。はい、これがグエンプールのバイクですね。こんな風になってます。まあピンクでですね、グエンプールみたいな、グエンプールによく合う色合いですね。はい、ロケットランチャーもついてるみたいですね。はい、それでは見ていきましょうかね。うお、なかなかおてんぱですね。ピンコシャンコピンコシャンコします。まあですね、この手のバイクはですね、結構おてんぱなんですね。取り離れたりしますので、なかなかやっぱ操作しにくいですね。こうやってですね、障害物出てきたら打っていきましょう。こんにちは。はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回はですね、アンチフリーザーとなります。クロノポリス内、ですね、凍っている人たちを助けることになります。それでは次回をお楽しみに。チャンネル登録お願いします。忘れずに。